マティルダ・オブ・イングランドは、ザクセン・公ケン・バイエルン公、ハインリヒシシコの日、モードとも呼ばれた。ドイツ語名は、マティルデ・ホン、エングラント。イングランド王ヘンリー2世と、王妃アリエノール・ダキテーヌの長女。イフアネに、マリー、アリックス、同父母の兄弟姉妹では兄にウィリアム、若、ヘンリー王、弟に、リチャード1世、ジェフリー、ジョン、妹に、エレノア、ジョーンがいる。 1165年、ルーアンにいたヘンリー2世とケルン大司教、ダッセルとの間で、ドイツ諸公とマティルダの縁組が話し合われた。当時、対立教皇をイクトル4世を推していたレスター博の反対もあり、マティルダと神聖ローマ皇帝フリードリヒ一世の息子との結婚は流れてしまった。1167年にハインリヒ思公との結婚がまとまり、 マティルダはドイツへ出発した。この結婚により、ハインリヒはフリードリヒに対抗する最も強力な敵となった。マティルダは1172年からおよそ2年間、聖地へ向かった夫に代わって広大な所領を収めた。1174年、皇帝との衝突により領地を追われ、マティルダ夫妻は1182年にドイツを逃れて父の宮廷のあるノルマンディへやってきた。 ここで彼女は、銀融詩人、ベルトランデ・ボルンの、宮廷の愛の死の対象となり、エレナ、ラナと称された。マティルダ一家は1185年まで父の被護を頼り、その後ザクセに帰国した。1189年6月、父の死の数週間後、ブラウンシュバイクで死去した。ありがとうございます。